インタビュー。もう一つ、すごく今問題だと思うのは、肌は外から水を補えば水分が補えるっていう考えていることがおかしいですよ。なぜならば肌の中の水分がもしただの水分であるならば、例えばマイナス20度とかマイナス10度とかですね、そういったところに行って例えばなんかスキーをやったり働いたりしたら皮膚の表面凍りませんかっていう話なんです。確かにそうですね。言われてみると凍らないですよ、皮膚の表面は。マイナス20度のところに至って、30度のところに至って、皮膚の表面が凍って、笑ったらパリッと割れましたなんてこと聞いたことないでしょ。凍らないんです。だからそれはなんでかって言ったら、強合水って言いましてね、水分がタンパクだとかアミノ酸だとかと、こう、結合してるんですよ。だから、不凍水なんですね。不凍水っていうのは凍らない水っていうんですよね。凍らない水が外からの水、そういうようなものであるのに、外から水入れてどうするんですかということなんです。だから、皮膚の表面の水っていうのは、外からはもう補えるものではなくて、飲んだりして初めて中から、真皮側から染み込んで初めて潤うものであって、外からその水を補えるって考えること自体が大間違いなんですよ。大間違い。もしね、水が、外からこう補えるものであったら、こういう美容方法が必ず出てきます。例えばですね、顔を洗いました。水が皮膚の中に浸透するまで、1分でも3分でもいいから、ちょっと待ちましょうよ。浸透するので、それから、待ってから、拭いて、なんかいろいろつけましょうとかね。そういう風になっていくはずです。お風呂で、洗ったら、顔洗ったら、お風呂から上がる前に、水で濡らしたまま、それが浸透するまで、まあ2分でも3分でも5分でも、待ってから、拭いてください。すぐ拭くともったいないですよ。いうような美容方法って今まで聞いたことありますかっていうと、世界にないです。そういう。なんでないのか。水は、肌にとって、大敵だからです。これはもうなんか、本当に真実なんですよ。なんで快適なのかっていうと、まず快適だって言う前に、美容方法を自分で確認してみてください。顔洗ったら、例えば拭くときにね、半分ぐらい拭いて、半分ぐらい水分が残るようにして、ちょっと拭いてみてください。不完全に。そうすると、すごく気持ち悪いです。気持ち悪いです。拭きたいですよ。拭きたいんです。人間って、濡れたら、肌にいいからもうこの水分このままにしとこうなんて思わなくて、濡れたらすぐ拭きたいですね。しかも完璧に拭きたいんですよ。なぜならそういうことが、その水っていうのは肌を壊すものということを本能的に人間は知ってるからです。わかるからですね。例えばですね、もう一つ言うと、先ほどのこの皮膚の表面ですね。これは例えば乾燥した状態になると、この表面のこっち側の表面は縮んで、裏は水分がありますから、こういうふうにこうカールするんですよ。これ、例えばドライヤーでこうやって、バーってやってると、どうなるかっていうと、スルメを焼いたみたいに、これがぐーっとカールしてきて、それでケバケバしてきて粉吹いたみたいになってきて、これ一個一個は粉みたいに見えますから、くるーっとカールして、で、落ちていく。落ちると、この下の皮膚を作る母細胞っていうね、細胞が、分裂をして、それで1個細胞ができるんです。これが落ちなければ分裂しないっていうような、そういうメカニズムに肌はなっているので、肌の表面は常に平らで、ボコボコしたりしないわけですね。その水をですね、つけると、非常に強力にこのカールが強くなるので、こういう隙間がこうたくさん空いてしまうということもありますので、それで隙間が空いてしまうし、先ほどお見せした辞書の感じですね。あの辞書のように。辞書を水につけちゃうと、これを水にドボンとつけると、この紙っていうのはボコボコになるじゃないですか。そういう風にして、せっかくのバリアが壊れてしまう。そうやって、皮膚の一番大事なその保湿膜が壊れてしまうんですよっていうことだと、私は思うんですけどね。本当にもう、
先生さらっとおっしゃってますけども、本当にどれも、ある意味その、化粧品とか、はい、業界にしてみると全部根本が揺らぐ話だと思うんですけど、はい、やっぱり伺いたいですけど、なんで、はい、さっきの見て先生の話から、とてもね、もうシャンプーも、はい、まあ下手したら水というか、まあなんだろう、その化粧水もですけど、とても怖くて使えない。使わないの今の写真とどう見てもいい感じするんですけど、でもこれだけこう、今、まあ一大産業というかね、はい、昔からですけど、っていう風になったら、もちろんね、そこにお金絡むとか、はい、いろんな既得権とかあるからだと思うんですけど、本当にそこの世界でやってる、作ってる人たちはそれがやっぱいいと思ってやってるからなのか、ちょっとごめんなさい、質問大きすぎて恐縮なんですけど、はい、もちろん、なんでこういうことになっちゃったのかな。確かに、汚れたりしたら、はい、石鹸つけて洗わなくちゃいけないこともありますし、そのシャンプーでたまに洗うと、やっぱりスッキリすると思うんですね。はい、油がスッキリ落ちて、うん。やっぱりその気持ちよさを優先するっていうことがまず一つあるのかなと思いますよね。ただそれを毎日のように繰り返すこと自体が問題なんであって、うんはい、例えばちょっと僕わかりませんけど、はい、1ヶ月に1遍とか、一週間に一遍とか、そういった形で使うのであれば、うん、もしかしたら、まあ、必要はないんですけど、はい、そういった形であればまだいいと思うんですけど、うん、毎日毎日どんないいものでも、うん、自然には、界面活性剤って自然にはないものなので、そういった自然にはないものを毎日毎日こう使って続けるっていうことが、やっぱり何かしら悪いことが起こってくるっていうのは容易に、考えつくんだろうなと思うんですけど、うん、やっぱり使いたい人が多いから、うん、会社は売るっていう。ありがとうございます。そうなんですよね。うん、私の先輩なんかも、はい、シャンプーやめた方がいいですよと。うん、で結構スカスカで薄くなってるので、私もその、僕もそのぐらいの頭だったんだけど、今ちょっと多くなりましたよとやめたら、次、俺は絶対やめねえって言うんですよ。うん、俺は絶対やめんぞ、うん。あんな気持ちいいものはやめられない。うん、そうか、そういう考え方。そういうふうに、言う先輩もいて、うん、理屈じゃないんだと。そうなんですよね。うん、理屈、いくら理論的に、はい、いらないんですよとかね。油自体は、酸化、はい、理想的な、洗顔っていうのは、はい、酸化した油だけを、はい、酸化した油っていうのは水で流れるんですね。うん、なので、ほとんどのものが水で流れるんで、はい、酸化した油、つまり、臭い油、だけは水で流しましょう、うん。他の油は、酸化してない油は残しましょう、はい。それを残すことによって、油は、この補充する油が必要なくなるので、油は出なくなるんですよね。はい、そうすると、だん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 油を作る皮脂腺は、はい、ちっちゃくなっていくんですよ、はい。ものすごい洗顔をいっぱいしてる人たち、うん、例えばニキビで悩んでる人たちなんかは、はい、昔はそうだったんですけど、うん、顔を石鹸で洗えば洗うほど、夏みかんみたいな顔に、皮膚になっていくわけですよね。人の顔って、私は桃のような、キメがあると桃みたいになって、リンゴはキメのない肌ですけど、うん、桃のような肌になるのか、それとも夏みかんのような肌になるのかっていうのは、これは洗顔の習慣が、分けるんです、はい。なぜかというと、油をたくさんたくさん一日に何回も何回も石鹸で洗ったりする人は、はい、皮膚の中の皮脂が、うん、皮脂腺ですね、はい。油を作る組織が、モリモリになっていく、うん。そうすると、毛の周りにそういった組織が多くなると、はい、こう盛り上がってきて、うん、夏みかんみたいな皮膚になっちゃうんですね。ところが、あんまり石鹸を使わない人なんかは、皮脂腺が増えないので、はい、皮脂腺がちっちゃくないので、平らで、はい、まあ、キメもあってっていう、その桃の肌みたいなタイプの皮膚になっていくんですよ。うん、なので、私は、最初のそのスキンケアの常識みたいなものが叩き込まれる。はい、つまり洗脳される。うん、その時期に、顔洗いなさい、顔洗いなさいと石鹸で綺麗にしなさいっていうような吸い込み。はい、そういったものをこうされていると、うん、やっぱりそういう習慣があり、うん、売ってくれ、売ってくれっていう人がまあ増えるそうですね、当然ね。で、売ってくれ、売ってくれっていう人に対して、いやいや、それはいけないよっては言えないですよね。うん、なので、やっぱり需要がまずありきになってくる。はい、でもそれは、そういうふうに指導したから、そういう需要ができてきてるとも言えるので、うん、どこかで、医学的な、もう少しスキンケアであるとか、はい、日々の日常生活の
ケアの仕方みたいなものは、ここ100年とか50年とか、そういった単位で培われてきた習慣だし、理論なんですけど、一度このあたりで総点検して、本当にそれは、いい習慣なのか、歯磨きをこうやってね、やる習慣、それから、シャンプーで、こうやって泡だらけにする習慣、体をもう、いろんな、泡つけて、赤こすってやる習慣、そういうようないろんな習慣が、人間は今、たくさん、やりますけども、その習慣が、本当に、医学的に正しい理論の上で行われているのかどうか、これを一度総点検して、確認するって言いますかね、そういうことが必要な時期なんじゃないのかなって僕は思いますね。そこにね、僕ら個人も、まあ、個人差あれど、はい、膨大な時間とお金というか、一生をかけて使ってるわけですからね。はいはい、それが、もし、まあ、まさに先生、ね、おっしゃってるの、究極的にはそれ必要ないんじゃないっていうね、とこまでありますか。そうすると、なんか全然、まあ、いい意味ですけどね、変わってきますよね、人生が、ね。もっと別のことに使えるかもしれない。まあ、やりたい人は、やればいいと思うんですけど、やっぱりトラブルを起こしてる人多いんですよ。うん、そういう、やっぱり乾燥しすぎることによって、皮膚炎を起こしたり、バリアが壊れることによって、アレルギーを起こしやすくしたりっていうような、そういうことで、そういう人っていうのは、例えばシャンプーやめれば、頭の痒いのだとか、そういうのがむしろ良くなるのに、ますますよく洗ってくださいみたいな感じになって、いつまで経っても治ったり、再発したりを繰り返す。で、どん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 下り坂になる。そういう人たちもいるので、そういう人たちは、まず、一度やめてください。シャンプーもやめましょう。それから、もしができるんだったら、その整髪料を作るのもやめましょう。一度やめると、良くなる慢性的な皮膚炎っていっぱいあります。そうなんですね。何かをね、足すより、やっぱり取り除くというか。先生に、非常に理解が深まったんですけど、またこれも、詳しくは本ってなんか誘導してみたらやるんですけど、そういう意味じゃなくてですね、詳しくはもちろん本を読んでもらいたいんですけど、シンプルに、この、先生がおっしゃるシャンプーをやめて髪を洗うというか、どうやるもんなんでしょうか？もう普通に、指の爪を立てて洗うと、皮膚の表面っていうのは、爪を立てて洗ったり、強く洗ったりしますとですね、皮膚の表面っていうのは、産毛があります。産毛の根っこっていうのはこういうふうにこう、ちょっとこう少し突起があるんですね。止まってるものなんですよ。これはこういう毛っていうのは、キメの、こういう交差点にありますので、普通はこう、中の方にこう埋もれてるんですよね。なので、表面をこう、ただこう、擦るぐらいだったら傷つかないんですけど、ギューッともうゴシゴシ洗うと、これ全部傷ついちゃってこういう風になっちゃうんですよ。よく角質層っていうのは、そのバリアっていうのは、レンガとモルタルの関係ですっていうふうに言われるんですね。で、このレンガの部分が細胞で、モルタルの部分が細胞間脂質っていうその死んだ細胞を、くっつけてる油の糊ですね。で、こういうふうな構造になってるわけです。で、そう、こういう構造、これがサランラップの膜を作ってるわけです。この油に何かこう入り込んだり溶けちゃったりすると、このバリアは破壊されちゃうわけです。今やってることっていうのは、この油を、油の中に、界面活性剤がこう浸透していくようなものを塗らせて、この構造っていうか、この構造がこうグラグラして、この糊が溶けちゃうわけですから、この細胞と細胞の間がガタガタになってしまうんですね。で、そのガタガタにしておいて、これらの成分である、こういう成分がありますけど、こういったものを上から塗っとけと。いうような、スキンケアですね。なるほど。で、細胞間脂質っていう、その油の糊ですね。この、レンガとモルタルの部分っていうのは、セラミドだとか、コレステロールだとか、コレステロールエステルだとか、こういうような成分ですということは分かっている。はい。それから、ナチュラルモイスライジングファクターっていう、自家保湿成分っていうものですけど、これは水に溶けるようなもので、乳酸だとか尿素だとかアミノ酸だとか、そういったものが入っているわけですけど、そういったものも全部わかっている。だけど、いくらそういうものを、これをですね、この材料をここに塗ったとしても、この壁のバリアはできないわけですね。なので、この壁を守ることがどんなにか重要だっていうふうに考えると、この油を溶かす、モルタルを溶かしてしまうようなものを、つけちゃいけないんですよ。
そうですね、今の話聞くと。それをつけることが一番、この、そもそもの、薄いね、はい、まあ、サランラップですよ。はい、ラップ、はい。ラップを壊してしまう、はい。もう薄いですから、ちょっと塗れば一塊りもなく壊れてしまうわけですよね。はい、そういう、干からびた肌になっている人がほとんどなんです、今の。今の女性の私は。先生おっしゃるように、その本に歌ってますが、その、はい、なんか、理論上というか、はい、肌とか髪にいいものでも、それ以前にそれを使うことによって、いや、プラスにするどころか、最初にマイナスにしちゃってるってことですよね。そうですね。そうすると今、その、洗い方、はい、例えばシャンプーだったら指の肌で、洗い方ですけど、指の肌で、マッサージするような感じで、普通に洗っていただいて、はい。ただ、あんまりこう水かけるだけだと、はい、やっぱり十分な、その、酸化した油だとか、そういったものは落ちませんので、はい、もう、普通にこう、こすって、はい、洗っていただいて、はい、まあ、マッサージするような感じでですね。水で洗うだけだと、最初、約まあ、5センチぐらい、はい、生えてくるまでは、ギシギシで、例えば、風呂から上がってですね、はい、バスタオルでぐちゃぐちゃぐちゃって普通に、はい、拭くと、はい、口が通らなくなっちゃうんですよ。でしょうね。はい、なので、シャワーでジャーッと洗いながら、はい、その長い髪の人なんか特に、目の粗いブラシで、こうブラッシングしながらシャワーをこうやって、シャワーでこう流しながらブラッシュしていただいて、はい、そのまま洗っての上がったら、はい、上からこう押さえるとか、上からこうやって挟むようにして、乾かして、目の洗い物で、こう、はい、ブラッシングしながら乾かすと、うん。そういうようなことをしないと、うん、もうなんかぐちゃぐちゃで口も通らないみたいな感じになっちゃうんですね。そういう意味では、その、なんて言うんでしょう。まあ、先ほど先生の話、水っておっしゃってましたけど、はい、いわゆる湯、はい、その辺の温度、はい、まあ、それもね、初心者とか、はい、ずっとやってる人にまた変わっていくのかもしれないけど、一番最初に、それこそこれ見てすぐ始めたい人っていうのはどんな感じがおすすめなんですか？まず絶対必要なことは、なるべく水に近い水。うん、だから僕は本の中では、ぬるま水、はい。そうですね。ぬるま湯じゃないんです、ね、はい。ぬるいお水の方。どっちかっていうと、ぬるま湯っていうと体温よりも、まあ同じか体温よりもちょっと高いということですから、ね、まあ35度から38度ぐらいの、はい、ところがぬるま湯なわけですよね、うん。で、それだと完全に油が溶け出してしまうので、はい、やっぱり乾燥するんですよ。はい、で、私も最初の頃はこの本の中にも、34度から35度になってると書いてたんですけど、はい、今はもう30度以下にしてください。さらに下がりましたね。30度以下にしてくださいっていうふうに、まあ言ってるんですよね。僕、実はそう、先生とメールでやり取りさせていただいて、ちょうど、まあ後でその話もしようと思ったんですけど、まあ今ね、3分くらいでやらせていただいて、はい、やっぱり、とはいえ、38度ぐらいでやった方がなんか落ちた感、まあ何が落ちたかちょっとわかんないんですけど、で32度とか30度とかやっぱりなんか水の感覚だからまだそこのに慣れてないのかもしれないんですけど、先生から言わせるとそれはもう完全にその、やっぱり僕のその メンタルって言うとなんか修行みたいですけど、だけでやっぱりそっちの方がいい。早く効果を出そうと思うと、そのぐらいになります。ただ、やっぱり科学的な、毒性っていうかね、はい、その、界面活性剤で、はい、バリアが壊しますなんていうほどの強烈な、はい、バリアを壊す力はお湯には、まあ、ないので、はい、よっぽど熱くないとですね、はい。なので、少しずつ自分のできる範囲でやっていけば、はい、私はまあいいと思ってますけどね。僕は極端なんで、もう、先生が早く効果を出そうと思えばって言われた途端に目がキランとした。そうです。そうすると早く効果を出したいんだったら、うん、じゃあもう30度とかでいいと。そうですね。30度ぐらいにした方が効果は早いですね。うん、ちょっとすぐ僕も極論言っちゃうんですけど、冷たすぎはまたダメだったりするんですか？冷たすぎは問題ないと私は思います。冷たすぎるのは何か悪いことありますかっていうと、はい、特に悪いことはないですね。うん、まあ体にね、いきなり滝とか行って浴びたら、心臓とかはあれかもしれないけど、ただストレス。はい。その水っていうものが冷たくて、やっぱ結構ストレスになるじゃないですか。そうですね。そのストレスと考えると、うん、あんまりおすすめはできません。うん、ただし、水を毎日顔ぐらい水で洗っているっていうことは、はい、自律神経の訓練になります。うん。うん、冷たい水は、はい、その刺激で、交感神経を緊張させたりもしますけども、
同時に、副交感神経も、刺激しますので、はい、水で、顔洗った後は、なんとなくこう、暖かくなりますよね。だから、で、1日1回ぐらい、はい、今の人たちは、もう、外に出るときも、なんかこう、追ってるような感じだし、うん、中にいるときな、家の中にいるときは、もう、ほとんど、同じ温度ですよね。はい、寒くなったりっていうことがないわけですよ。はい、暑くなったりっていうことが家の中にいる限りない。はい、それによって、やっぱり自律神経が非常に脆弱になるっていいますか、はい、弱くなっちゃうので、はい、やっぱりそういった少し冷たい水で1日に1回か2回は、はい、まあその刺激をすると。はい、そういうようなことも、私はいいことではないかなと思っていますけどね。はい、ここまでね、もう基礎編。だけで、すごく深い話を伺ったんです。はい、ここからちょっと、エンジンかけていいですか？はい、どうぞ。ここから結構さらに、いろいろ突っ込んできたんですけど、はいはい、先生、そもそも、まあ、シャンプーね、はい、そういう意味で必要ないってことですけど、はい、ここからちょっと、業界にはできますかもしれないですけど、そうすると、いわゆる散々、オーガニックの転換、はい、まあ、これは食事も含めてですけど、はいはい、言葉がもう今どんどん広がって、それ自体は悪いことじゃないと思うんですけど、シャンプー、に限って言えば、はい、まあ、オーガニックシャンプーだろうが、まあ、無添加も、良くない。あえて、そう、意地悪な企画です。いやいや、オーガニックだとか、そういう、例えばよく言われるのが、はい、あなたは、海綿活性剤が良くないって言ってるけれども、うん、海綿活性剤って今、食べ物にも入ってるんですよねって言うんですよ。うん、食べ物にも海綿活性剤入ってるような安全なものがあります。はい、それは皮膚の話とは全く違う次元のものなんですよ。うん、皮膚に対して、いくらオーガニックだろうが、食べられる、ものであろうが、何がいけないかっていうと、さっきから言ってるように、油を溶かすもの、油の中に侵入していって、まあ侵入して、その自分の本来の油の中に入り込むと、それは異物になってしまうわけですよね。やっぱり異物になると、本来の油の、働きっていうのはできなくなってしまうんですよ。海綿活性剤の性質、うん、食べられるものであると食べられないものであると関係ないんですよ。その油の中に溶け込んでいくという性格が、はい、そのバリアを壊してしまうという性格につながっていくわけですから、はい、安全だなんていう、安全な海綿活性剤ってありえないわけですよ。そもそも。じゃあ、油に溶け込まなければいいですよ。うん、だって海綿活性剤じゃないじゃないですか、という話なんですよ。うん、はい、うん。だから海綿活性剤というもの自体が、自然界にはほとんどないものであって、うん、水の層と油の層と水の層と油の層でバリアを作っている人間のその皮膚のバリアに関しては、水の層も弾けない。はい、油の層でも弾けない、うん。そういったもの、またはその水の層も壊す。油の層も壊す。はい、そういう海綿活性剤っていう存在自体が、皮膚にとっては非常に困るものである。はい、破壊するものである。と、そういう、ことを考えればわかるでしょうって僕は思うんですよね。うん、先生が本の中でも進めてる純石鹸っていうのは一つありなのかなというのもちょっと感じたんですけど、その純石鹸にしても海綿活性剤入って、純石鹸そのものが油も水も溶かすものですよね。はい、だから、石鹸そのものがもうすでに、海綿活性剤ですから、もう当然良くないわけです。ただ、どうしてもまあなんか、何か、例えば、どうしても落とせない化粧品があるとか、はい、なんか汚いものがついたとか、はい、まあそういったことで石鹸で落とさなくちゃいけないっていうことになったら、先ほども言ったように私は温度の高いもので洗いほとんど落ちますよっていう話なんですが、それでも石鹸を使いたければ、合成洗剤はないでしょう。うん、思うわけです。人体に、はい、皮膚、人の皮膚に対して、はい、合成洗剤を使うっていうことは、私はもう大変なことだと思うんですね。うん、なんでかっていうと、純石鹸っていうのは、例えば、皮膚には少し、入り込むかもしれないけども、入り込んで、体液だとか、ミネラルだとか、そういったものとこう、接すると、はい、純石鹸としての働き、海綿活性剤、剤としての働きは、もうそこでなくなってしまうんですよ。だからそれ以上侵入したり、悪さはしないんですよ。はい、だけど、合成洗剤っていうのは、関係なく、皮膚の中に、どこまで入っていっても、海綿活性剤であり続けるんですね。だからもう侵入し続けるわけですよ。で、体の中に入っても、もう海綿活性剤としての、働きは、
維持し続けるわけです、はい。そんなものをつけていて、どうするのって、ね、うん、まあ、今年はだから、どうしても石鹸使いたければ、まあ、純石鹸かなと。うん、もうそれは、ね、先生としてはできればっていうか、まあ、基本的に使わない方がいいと思っていけど、どうしてもっていう人のためのある意味、なんか、妥協案というか、そうですね。そうか。